ジャンクタウンが南でしたよね。これレイダーズもいるな。レイダーもちょっとやりたいけど、ハブの場所もあるし、とりあえずジャンクタウン向かうか。あ、そっちなんや、ジャンクタウンって。うわ、頑張れ頑張れ。遠いな、おい、えらい遠くまで行くな。あー、なんとか無事到着や、ジャンクタウン。わ、結構広そう、ジャンクタウン。はい、そいつはしまった方がいい。ジャンクタウンはフレンドリーな街なんだよ、今も、そしてここからもな。これ、私に命令するな、クソガキが。いや、そんなこと言ったらあかんやろ。もっと強なってから言わな、そういうことだな。なんですか、何をしまいって言いました。その武器だよ、アホ。アホは言い過ぎですね。キリアンも武器を取り上げたりはしないだろうが、ちゃんとホルスターに収めておいた方がお前の身のためだからな。ありえねえ、そんな雑魚のために銃を片付けるとかないから。誰、何様な、お前、ほんま。ボルト13から出たばっかのやつが、外で生きてきたやつに何言うてんの、これ。ああ、すまない、すいません。ああ、行儀するんだな、そういう法であり、俺がその法を執行するものなんだよ。武器をしまえ、自衛以外の理由で抜くんじゃないぞ。自分の身を守るためだったんなら、俺たちガードも不当にしてやる。ああ、お前を外の無法者に追い出す、一体にしてでもな。くだらない法だな、おい。わかった、あった。あんま自分をしつこい言わんといて、一言言えばええから。な、俺も理解してっからな。ちょっと喋ろっか。これがじゃん。え？あ、銃抜いたから？え、ごめんなさい、ごめんなさい。違う。ちょっと、やめてください、やめてください。おい、いっぱい来た。おい、いっぱい来た。やめてください。おい、やめろ、お前。罪を重ねるな。罪を重ねるな、いやん。倒してもうた。いや、もうやってまうか、もう。全滅させるか、二人で。いた！めっちゃもらった。14ポイントもらった。わお。はい、お疲れ様でございました。操作間違えただけですやんか。あれ？いやん。あ、これやらかしてんじゃない？これもしかして俺。では始めていきましょう、ロード。いくつかね、新たな発見があるんで、まずそれ説明していきたいんけど、はい。まあ、最初にあらすじ言いましたんでね。でですね、まず一個新たな発見ありまして、キーボードの F6 を押すと、左下見といてな。F6 を押すと、F6 でほら、クイックセーブできましたって言って。F6 でクイックセーブ、F7 でクイックロード。めっちゃ軽いやろ、さすがに。だこれで言ったらこう危ないなって思ったら、クイックロードができます。で、あとね、発見したのが、その豚倒せる。いや、豚倒せるやろうけど、倒しあかんやろ。やめなさい、そういうの。前そういうので死んだんやから。前そういうので配信終わったんやから、いろんな意味で。でね、この人。なんていう名前？なんていう名前だったっけ、あんた。ラズロや。ラズロさんが、薬を作ってくれたやんか。あの、ラッドスコルピオンの尻尾で。でね、その尻尾で言ったこの治療薬、これ。今7個持ってるけど、この治療薬を作ってくれたんやけど、ラッドスコルピオンの尻尾自体は価値がないんやんか。売れないの。0円やねん。でも、それをこの薬に変えてもらうと、50キャップになんねん。だからそれで一応シェイディーサンズで手に入れられそうなものは全部買い漁った。その結果がこれ。スティームパック11個。の、玉がね、売ってなかったんやけど、キャップが192。で、他は特にないかな。ロープも買ったね。で、これはね、ちょっとお礼というか、ラッドスコルピオン倒したお礼か知らんけど、前やったら怒られてたあの棚、探ったら何も言われず取れたんで、これは一応いただいてます。一応これが、医療キットと、医療品の入った黒いカバンと、これが、ファーストエイドスキル本。なんで、これ早速使おう。はい、ファーストエイドのスキル本を使いましたと。金属隕石、お金の匂いがする。そう。だから、ラッドスコルピオンの尻尾は金になる。ラッドスコルピオンの尻尾は、一つで50キャップになる。めちゃめちゃ稼げる。じゃあ早速ですね、行きましょう。あ、で、今の装備がですね、なんかよくわかんないアーマーと、この10ミリサブマシンガンが強い。バースト射撃したら、ラッドスコルピオン一撃。いやねんけど、基本的には一発一発で撃ってます。っていう感じですね。まあ爆弾持ってたりとかいろいろするんですけど、弾がちょっとね、厳しいんで、できたジャンクタウンで10ミリ弾はちょっと手に入れたいなーって思ってる感じやね。で、向こうの取引は逆にこれね。これまあ、いくつか残してほとんど売ろうと思ってるんでね。前回ジャンクタウンで武器抜くなって言われたのに、なんか間違えて武器抜いてしまって終わったんですね。じゃあジャンクタウン行きましょう。初見です。どこかのおっさんの旅商人が報酬でボルト13に水を5ヶ月分届けてくれるサブクエストがある。へえ、そんなんにゃ。あ、じゃあそれでちょっと時間伸びたりするのかな。これね、ジャンクタウン、いや。そいつはしまった方がいい。ジャンクタウンはフレンドリーな街なんだよ。今も、そしてこれからもな。私に命令するな、クソガキが。
行儀よくするんならそういう法であり、俺がその法を執行するものなんだよ。武器をしまえ。自衛以外の理由で抜くんじゃないぞ。自分の身を守るためだったんなら俺たちガードン不当にしてやる。法に従わないならお前を外の無法地帯に追い出す。死体にしてでもな。くだらない法だな、おい。あ、やばい、問答無用や。問答無用で始まった。問答無用で始まった。待ってよ、ごめんなさい。もうそんな、だって僕、そんな詩を知らないですもん。ロードしよう、もう。ロードしよう。え、待って。え、嘘やろ。え、何さっきのデータからダメだわ、これ。ちょっとセーブシステム考えなあかんな。え、ってことは待って、こっからじゃないの？え嘘やろ。こっからやん。これ何？これもしかして俺が始める前じゃないの？これ。ごめん、俺が裏でやったやつやり直しやわ。うわ、もう最悪やわ。で、イアンが2発撃って完了や。早っ。出まーす。これがお金になんのよ、これ。あなたは7ポイントのダメージを受けたやつ。今、イアンに撃たれてんけど、フレンドリーファイアがある。射線入ったらあかんぞ、これ。そう、これで13本。これを使って、ここの人たちからひたすら勝ったの。あの、バーター使える人から。会話中、BGM0 になるの面白い。あ、これ。これを発見したの、俺。ロックだって書いてある、左下。これ、石やねんけど、なんかで使うかもしれんから、一応もらっとく。あー、オセロトさん、こんばんは。おっと、待って、そう、こういう時やね。え、でも待って、いけるかな？きついな、ちょっと待って、イアンおるやろ。あ、ナイス。次こそはちゃんと見るぞ。武器は抜かんぞ。あー、最初じゃ。はい。あー、どんな感じなんやろ。バラモン買ってて。え、なに？なんで？なんでなん？え、なんで勝手に始まんの？え、何にもしてないやん、俺。何にもしてない。おやめろ、イアン。え、イアンが問題なんか、これ。あー、武器装備から。そうやな、そうしようか。そうするわ。はい。さえとこ見させてくれよ。はい。あ、何も言われへんわ。どうも、こんにちは。ジャンクタウンへようこそ。何か力になれるか。あ、なるほど。武器持ってなかったらこんな感じなんや。あなたはここで何を？ここは一体。何に見える？俺はガードだ。こっちに見よっか。何に見える？俺はガードだ。お前のようなよそ者を監視している。そしてここはジャンクタウンと呼ばれている。おい、笑うなよ。俺は、その呼び方が何気に気に入っているんだ。ここは商売がメインの街。いいですね。商売がメインの街。だ。ハブの高慢ちきな野郎どもと取引することもある。おい、お前はハブの人間じゃないよな。ハブじゃないよ。むむ、そうか。質問だったらここじゃなく他を当たってくれ。良い一日を。面倒を起こすなよ。めっちゃいい人やん。めっちゃいい人やん。ありがとう、おっちゃん。武器持ってなかったらいけんのね。はい、君は？はい。よそ者か、どうかしたのか。ジャンクタウンの全体像を教えてもらえないか。俺も部下もキリアンダークウォーターの下で働いている。ダークウォーターって聞いたことあるな。この街の秩序を守っているってところか。人殺しに盗賊。砂漠からやってくる悪人どもは全て俺たちが相手している。アドバイスを聞く気があるなら、ジズムドには近づくな。あのアホは不正行為をやってるんだが、こちらも証拠を全くつかめないでいる。キリアンからその件で指示が出たら、手下の、スカルズともども、やつをあっという間に逮捕してるよ。ああ、ジズムドとかいうやつがなんか、あかんやつみたいですね。で、ダークウォーターっていうのがリーダーっぽい。この街は何か楽しみもないのか。治安を守って、ああ、なんか楽しみはないの？あのな、この街の治安維持が俺の仕事なんだよ。そのために、ガツンとかましてやらなきゃならんなら、対象者はきっちり痛い目に遭うってことだ。だからつまらんことはするなよ。はーい。はーい。バターあるわ。おっと？ラジオやって。ラジオ？ラジオだって？これは？ショットガンシェルね。ラジオ、いくら？たっか、350はさすがにちょっと。300、いやでもラジオか。ラジオ聞けんのかな、このゲームって。ありがとう。たっか、350ってあんた。あなたは？俺はここジャンクタウンのガードの長だ。名前はラース。ついでに聞いておくが、何者でどこから来た？あ、ラースっていう隊長なんや、この人。失せろ、お前に話すことなどない。あ、私はキンタンだ。ジャンクタウンようこそ、キンタン。何か力になれるかな？何かないかと探してるんだけど、どんなもん？どんなもんって。はい。いくらでも俺たちに気に入られている限りな。街にはキリアンダークウォーターの店がある。そこに行けば物の売買が可能だ。ギャンブルがしたいなら、あ、ギャンブルもできんねや。ギズモズカジノだな。あるいは一杯やりたい。ってならスカムピットにまっしぐらってのもありだ。まあ余計な騒ぎを起こすね。へえ、結構いろいろあるんだね。ありがとう。まずじゃあこの中入ってみる。おうおうおお。多分ここもなんかいいことしたら多分物取れんやろな。これ多分取ろうとしたら怒られるもんね。ここはジャンクタウンだ。住みやすい街だぞ。俺たちに目をつけられなければな。
ギズモとその取り巻き連中には用心しろよ。ギズモ、あんたは忙しいんだ、邪魔しないでくれ。全然忙しそうには見えんけどな。一生突っ立ってっけどな。ここはジェイル。はい。何をしてんの？牢屋の番をしてる。牢屋か。悪人どもが出入りしないようにな。へえ。いい一日を面倒ごとにかかるね。バーター。刑務所か。あ、6キャップ。そう、こんな感じやと思う。なんかやる気なくなんねん。6キャップのものってあんまないもんだって。あ、開いた。こんにちは。よう。フランクや。ここは俺んちら。ちょっとゆっくりしていくかい。あ、いいやつやん。いいの、ゆっくりしてっても。そこは何？なんかお店っぽいぞ、これ。あ、お店っぽい、お店っぽい。どうもどうも。ホスピタルやって、病院か。あんたは？ドックの前では慎重に振る舞いよ。俺に顔をボコボコにされたくなかったらな。まあ、医者、お医者さん大事やからな。どうも。はい。わしがドック、モービットモービットか。どうしたかしたか。力を借りたい。ふむ、見てみよう。よっしゃ。検査結果が出たぞ。よっしゃって。お前さん、かすり傷程度で、医者としての初見だぞ。かすり傷程度ね。費用は全部で60ドルだ。治療の前に支払いを済ませてもらうぞ。例外なしだ。あ、断る。で、これが上のエリアね。でっかい店あるわ。あっちにもあるね。なんかすごい、もう、人生終わったみたいなやつおるけど。こんにちは。大丈夫？生きてる？ジャンクタウンもなかなか壮観なもんだろ、つって。そんな言うてる場合か。はい、どうもどうも。で、次ここや。ダークウォーター。あ、ダークウォーターや。ここがキリアンの雑貨屋だ。いいやつだし、品揃えも豊富だぞ。あ、ここがオサのところや。どうもどうも。こんにちは。ちょっとじゃあ失礼していいです？キリアンさんってどの人やろ？あんた？ Can I help you? おお。イケメンや。あんたキリアン？あ、キリアン、この人や。結構若いね。あなたは？ The name's Killian.Killian Darkwater. I'm the mayor of this fine town. ああ、メイヤー。この町の町長をしてんのね。私は金丹。私は金丹だ。北の方から来た。私は金丹だ。北の方から来た。Not much up that way, 砂漠とシェリーサンズを除けば、その方角に大したものはないわ。シェリーサンズから来たのか？その西にあるボルトから来た。Oh, yeah, sure、ふむふむ、なるほどね。で、赤ん坊のベビーベッドは金庫でしたと。ボルトに金庫室の意味がある。なんか注釈まで言うてくれるけど。違う、そうじゃない。ボルトという名前なんだ。戦争から私たちを守ってくれた。80年間人でいっぱいだった場所なんだよ。戦争から守ってくれたんだよ。気を悪くしないでくれ。これまで聞いた中で一番出来が悪い話ってわけじゃない。さて、要件は何かな？嘘やと思われてる。What can I do for you? ちょっとこの街のことをまず聞こうか。ジャンクタウンとは、ジャンクタウンは大した街じゃないんだが、稼げる場所だな。大雑把に言えば、物の売買を行ったり、悩みを少しの間忘れさせてあげたりってところだ。もちろん、私たちは私たちで問題を抱えてる。あ、問題抱えてる。ちょ、俺も、助けになるよ、問題って何？カーンズとことを構えることが時折ある。だが最近は随分おとなしくしているな。街内部のという意味では、スカルズがトラブルの種だと。ハブ方面で何か妙なことが起こっているらしいが、まだこちらには及んでいない。カーンズっていうこの段階でおったんや。カーンズって多分あれよな。ニューベガスに出てきたカーンズよな。グレートカーンズよな。うわー、ってことはレイダー問題や、次は。おー、でもレイダーやったらなんかいいもん持ってそうやな。まだなんか生物しか倒してないもんね。ここはあなたの店？あ、その通り。ハブにある店ほど大きくはないかもしれんが、探し物は大抵ここで見つかるぞ。まあ見てくれ。マジか。弾とか撃ってないかな。この辺りには何かあるかい？ Oh, to... あ、山ほどあるぞ。スカンピッツ。Great drinking place. Gizmos is near there. And if you're hurting, Doc Morbid's your man. モービッドやね、やっぱりな。モービッドって言ってたね、今ね。こういうところから発音を知らないとわからないからね。買い物がしたい。Well, that's a damn fine お、なんという偶然、そこ、それこそここに店がある。しょいだよ。君が必要としたものだって、ちょっと見せてもらおう。はい。あ、結構売ってるんちゃうこれ。うわー、いっぱい売ってる。うわ、でも、うわ、2000キャップ持ってやがる、こいつ。10ミリ弾が売ってない。10ミリ弾が欲しいんやけど、でも、スモールガンやったらこの銃使えんちゃうのこれ。44ピストルやね。デザートイーグルやって。うわ、デザートイーグルもいいな。ちょっと、装填数は少なそうやけど。10ミリ AP 弾ってことは使えんちゃうか？あれは俺持ってるやつ。これは ?JHP、何が違うやろ ?JHP と AP 弾何が違うやろ？榴弾1、ホローポイント弾との違い、もしかして初登場。AP は装甲貫通弾。ってことは、装甲を持ってるやつに対しては AP は強いのね。なるほどね。
倉庫持ってないやつには弱いと。うわあ、作ろうと思った作れんのかな今。薬全部打ったらいくら ?8 本やから400キャップか。400キャップと、いやでもこんなところで金使っていいのか。400キャップと、いや足りない、全然足りないわ。たっけえなー。いやでも盗むのはあれやろ。いやちょっとごめんなさい、ちょっといいっすわ。ちょっと売るだけ売るわ、ごめん。ちょ、まずこの薬を4本ぐらい売る。ありがとう。まあ、ちょっとあさらしてもらうわ。こっち行ってもいいか。倉庫、倉庫失礼してもいい。おっとダメだ。うわ、開けようとした。え、なって、なんか来た、なんか来たぞ。俺じゃない、俺じゃない。え、なに、俺も助かってるかな。うさんくさい顔つきの賞金稼ぎだ。あ、マジか、賞金稼ぎ。俺も手助けしようじゃ。加勢するぞ、キリアン。えい、やれやれ。お、いいぞいいぞ。お、イアンもやった。ナイス。Listen, thanks for saving my life. It's my great thing to do. いやはや、命を助けてくれてありがとう。とてつもない勇気の持ち主だよ。君はと、どうもまずいことになってしまったようだな。おそらくギズモが力を貸してもらえないか。あ、もちろんもちろん。あ、乗った。レコーダーを身につけて、ギズモが自白するのを録音するか、この盗聴器をやつのオフィスに仕掛けるんだ。どちらでもいい。うまくいけばやつを捕らえる。どういうことやろな、なんなん、自白するのって。だからギズモが雇った暗殺者みたいなこと。あ、よかった、オン握るよ。盗聴器と隠しマイクだ。終わったら知らせてくれ、幸運を。Good luck って大変でしたね。それはそうと、ちょ、この奥入ってもいいです？気になるんやわこれ。Now what the Uncle Sam held you? 貴様、ここで何をしている？ああ、おっと、あれ迷ったのかな？No. そうじゃないだろ、このバカタレが。出ていけ。Now get out of here. 迷惑かけて、すみません。対立関係に当たるギズモのが暗殺者を仕向けてきたので、対処するための証拠集めに協力してくれみたいな。あ、なるほど、ありがとう、わかりやすい、ゴマさん。まあ、まずそのギズモってやつがどこにいるかも知らねえけどな。ここ入ってみる？これなんやろな。あ、ここもでっかいとこや。どうも失礼します。あなたは？はい、いらっしゃい。ここがクラッシュハウスだよ。どんな要件だい？よその人。マーシェルス。マーシェルスかな？あ、水を探している。水を探している。だったらスカムピットに行ってみるという。あそこなら水もたらふく飲めるらしいよ。で、バーター。はい、何言ってる？ショットガンしてるか。ショットガン使わんしな。僕もなんか女の人やね、あれね。失礼しようか。ここ宿屋やな、多分な。体力回復できんじゃん。どうもどうも。あんたは？あ、喋れる。あれ、いらっしゃい。調子どう？ぼちぼちだ、それじゃ。冷蔵庫怒られるかな。あ、開けれる。え、取っていいのこんなん。え、めっちゃ取れるけど、ただですかこれ。ぬかコーラあるぞ、みんな。ぬかコーラ見つけた。核戦争後の世界にある清涼飲料水、ぬるくて気が抜けている。中が何使うかもしれんけど、これはイグアナオンマスティック。あ、イグアナの串焼きや。もらおう。一個食べてみようか。HP 今33で、今36回から、まあ、3ぐらい回復するかなっていうことで、一個食べてみよう。串焼き。何も起こらない。フルーツは？お、フルーツは回復する。HP2 回復できる、これ。イグアナの串焼き解禁賞やね。どうも、こんにちは。あなたは？私の部屋で一体何やってんの？あ、おっと、失礼、自分の部屋と間違えたよ。ええ、そうよ。とにかく私の部屋なんだから、さっさと出て行って。いやー、金がねえわ。てか、レイダー戦いたいな、そうなるとな。ハンティングライフルもあるしな。あー、広い。後ろの方なんか、いっぱいいるな。イアンみたいなやついるぞ。ちょっとは楽しみたいもんだ。なんか言ってる。あんたは？お、誰？そこで何やってんの？あ、私は金丹というものだ。この街は初めてなもので。この前には関係ないだろ、小娘が。いやいや、この街は初めてなんですよ。だろうね。この町の人間ならここがスカルズの縄張りだって知ってるからね。痛い目に遭わないうちにここから出てった方が。あ、そうなん、後ろにおるやつスカルズってやつらなんや。あー、上等だ。すまんすまん、てっきり便所だと思ってたよ。それじゃ煽ったな、最後。最後煽ったな、金丹。入れるやん。どうも、こんにちは。どうも、あなたは何見てやがる。怖、新しい地下。ひひひ、怖、新しい地位って、お前レイダー見たこと。あー、あまり幸せじゃないだろう。なんでまた？ハッピー好めないぞ。血が出るものがたくさんあるからな。ハッピーハッピーだ。あー、マジ変質者だな。自覚ある？ユナ、お前、お袋と同じかよ。思い知らせてやる。俺はいい子でしょうね、ママ。やばい、やらんちゃう、これ。あー、始まった。ダメだわ。
いや、ごめんなさい、失礼しました、本当に。変なこと言ったら、スカルズってなんかちょっとヤバそうな、レイダーじゃないけど、ちょっと行っちゃってる時系だみたいな。いや、もう一回入るわ。殴り合いで勝てばいい。殴り合いなんや。え、ほんま？殴り合いで勝てばいいのか？いや、なんで蹴り？いやい。なんで蹴り？うわあ、もう来たやん。やっぱ増えたやん。いや、やめろっていいやん。もう銃出したら話変わるからやめろっていいやん。銃出したら話変わるから。いや、イアンが銃出したからもうダメだ。あ、ダメだ、ダメだ。ダメだ、ダメだ。イアンのせいや、これ。全部イアンのせいや、これ。スカルズ、一体何者だ？ジャンクタウンでギャングといや、俺たちのことだ。ストリートを占めてんのも夜の街を支配してんのも俺たちだ。学校の校庭すら支配できそうなにないかな、ドチンピラが。いや、だから、なんでそんなに煽るの？これ失礼。さあ、いや、問題はあれよ。なんかギズモとかいうやつを探さなあかんね。そいつがどこにおんねやろな。これ以上ないねんけどな。あった、ここか。ありがとう、ありがとう。ここや。こんなところにあるわ。はい。来た。なんかすごいね、これ。めっちゃ堂々とギズモーズって書いてあるけど、ここやん、絶対。絶対ここやん。じゃあ、ここ最後にしよっか。また言い張るわ、いろいろ。どうもどうも。犬がいるよ。犬がいる。ワンワン！犬と喋れた。犬、取引しよう。この人物にはあなたと取引するつもりがない。この犬は、俺と取引するつもりはないらしい。俺じゃなかったでき。よしよし、いい子だ。ここ失礼しよう。そらそうよ。こいつ、どうもどうも。こんにちは。お兄さん何してんの？俺だったらあんな獣信じねえ。殺されちまうぞ。犬。待って、犬ついてきてねんけど。味方や。犬ついてきてるぞ、みんな。ドッグミートついてきてる、ほら。やった。懐いた、犬。おい、犬。取引しよう。この人物にあなたと取引するつもりがない。やった、ドッグミート仲間だった。犬ってこれ名前あんのかな？あるっぽいぞ。ドッグミートや。ドッグミートが仲間になった、みんな。ここに来てまさかのドッグミートですよ。やった！はい。まあまあ、犬も仲間になってと。で、ちょっとおっちゃん裏見るよ。ここなんかある？どうせなんもないやろけど。ここマジなんもないからな。これなんもない。最初あったきりや。初代ドッグミート。初代ドッグミートや。ギズモは後で行くとして、こっち側特になんもないし、でもあそこもなんかあるな。バーやって。バー、これがなんか、スカムピットか。最初言ってたね。なんか上。なんかおるぞ、いっぱい。ちょっとこれ見るとこいっぱいあるな。おっちゃんは何してんの？忙しいと。もぬけの金誰もおらへん。営業時間外かな。12時ちょうどか。バーやから夜に開いてんのかな。営業時間外ね。夜やね。まあ、バーは後で見れるとして、上側なんもないし、あそこやね。ちょっとあそこ行こっか。あんたら何してんの？なんかイベントっぽいな、これ。どうもどうも。何してんの？あんたは？ん？シャウル。シャウルさん。ここで何を？強そうじゃないか。まあ私にはかなわないだろうがね。私はキンタンというちょっと見物しに来たんだ。キンタンだよ。俺はシャウルだ。口数が少ないな。ジャンクタン暮らしは長いの？ずっとここで暮らしている。この町で育ったんだ。どういう経緯でボクサーになったんだ？どこで聞いたん？ボクサーになったって。何にも言ってないけど、こいつ。どういう経緯でボクサーになったの？めっちゃ喋るやん、急に。大きくなると兄弟と取っ組み合いばかりやっていたよ。以前ジャンクタウンがレイダーの小集団に、襲われたことがあってね、銃を突きつけられるより早くそのうちの一人を決めてやったんだ。本当のところ運が良かっただけなんだが、ギズモがちょうど格闘団体のスポンサーをやっていて、俺の方は金が必要だった。それ以来ボクシングをやっているってわけだ。ボクシングやってるんや。兄弟がいたんだよね。兄弟どうしたの？兄のジェイムズは数年前レイダーの襲撃で殺されたよ。それから間もなく弟のダリエルはいろいろと準備を整えてグロウとかいうあるかどうかもわからないグロウとかいうあるかどうかもわからない場所に向けて南へ旅立った。古代人の宝を探すとかってことだったな。二度と帰ってこなった。グロウっていう場所があんねんて。マップアップデートされたかな。なぜあなたはずっとジャンクタウンに？この町の人間だからな。ボクシングが好きだし、トリッシュともうまくやっている。他の土地に行く気なんて全くないぞ。トリッシュ。トリッシュに会ったよ。トリッシュに会ったっけ俺。誰やろ。トリッシュに会ったよ。あいつは俺の一番大事な人だ。顔をしかめて。でもあいつは俺がボクシングするのを嫌がるんだ。俺のやりたいことがわからないらしい。またね。トリッシュって誰よ。名前的に女の人っぽいな。はい。で、あんたは？
あ、悪いな、今日は試合ない。あ、試合があるんだ。試合があるんだね。かけたいなら、あ、かけごと、これがギャンブルか。で、試合にかけんのね。なるほど、お前は？もうお前呼ばわりや。お前は？あ、邪魔しないでと。じゃあ、ちょっとギズモ行くか。盗聴器をどこに仕掛けんやろな。